こんにちは、情報学研究科言語メディア研究室のファンと申します。こんにちは、同じく情報学研究科の神田研究室に所属しロボットの研究をしている土地神と申します。こんにちは、私はロボットのライカです。ファン先生、土地神先生、今日は2人をインタビューしようと思います。よろしくお願いします。先生、土地神先生、以前情報学研究科の公開講座というイベントで夏休みに一緒に発表しましたね。 AI による人同士のコミュニケーション支援について素晴らしい講演をありがとうございました。ファン先生、やってみてどうでしたか？そうですね、すごい楽しいイベントでしたよ。自分の研究の話もできましたし、こちかぎ先生とも対談できまして、すごく楽しかったです。こちかぎ先生はどうでしたか？はい、私もすごく楽しかったです。ファン先生と一緒にお話できたのもすごく楽しかったですし、ライカさんがファシリテーターとして入ってくれたおかげで、なんかすごくスムーズに進んだと思いますし、場も和んでいたと思います。ありがとうございました。私も楽しかったですよ。さて、ファン先生は自然言語処理の研究をされていますが、その研究にはどんな魅力があるのですか？自然言語処理っていうのはずっと人工知能の分野の中で、結構重要な役割を持っています。その中のさらに一つ大きなテーマとして、そのライカみたいなその対話できる機会を作るのは、ずっとかっこいいかなと思っています。ファン先生っていろんな言語がお好きですよね。そうですね、子供の頃から結構言語が好きでして、言語は私たちがコミュニケーションしたり、あるいは自分の考えていることを伝える手段ですけど、単に単語の羅列だけではなくて、その言語を使う人々のなんか社会的とか、そういう文化的な一面も映し出しているかなと私は思っています。なので自然言語処理の研究も単なる低言語に関する研究ではなくて、ある意味人間の考え方や文化についての研究になりますね。ファン先生は具体的にはどのような研究に取り組んでいますか？私はインタビュー対話の研究をしています。例えばある分野の専門家あるいは職人がいて、その人の持っている知識を対話の形で言語化させることができます。その場合にインタビュアーはどう質問すればうまく専門家の知識を引き出せるのか、それが研究のポイントになりますね。なるほど、それはいろんな産業分野に貢献できそうですね。私も今日のインタビューで皆さんの思いを引き出せるように頑張ります。こちがみ先生は人間とロボットのコミュニケーションに焦点を当てていますが、この分野に興味を持ったのはどうしてですか？そうですね、実は私はもともと鳥の言葉に興味を持ってまして、鳥とコミュニケーションしたいなというふうにずっと思っていました。でそこから人ではない存在とのコミュニケーションに興味を持って、今ロボットとの人のコミュニケーションについて研究をしています。人とロボットの場合ちょっと面白いなって思っているのが、コミュニケーションそのものをなんかデザインしていけるっていうところかなっていうふうに思っています。そうなんですね。土地神先生、今はどんな研究をしていますか？私はロボットを介して人同士のコミュニケーションを引き出す、そういうことができるようにするにはどうしたらいいかなっていうことを研究しています。で今特に力を入れているのが、授業の中にロボットを連れて行って、でロボットにちょっと授業中に発言などをさせてみて、でちょっと場の雰囲気を温めて、そうすることで先生と学生だったり学生さん同士のコミュニケーションを促進する、そういうことがどういうふうにしたらできるかなっていうことを実際にフィールドワークを行いながら今は研究しています。素晴らしい取り組みですね。実際に私もそのクラスに参加したことがありますね。場の雰囲気が少し和やかになったのを感じました。私も参加したことがあります。なんかどんどん質問がしやすいような雰囲気を感じのです。すごいなと思います。そうですね、お二人には実際にその授業のフィールドワークに参加していただいてすごくお世話になったことがありますね。
ライカさんを台車に乗せてちょっと離れた教室までみんなで移動してちょっとお散歩みたいになったのもすごくいい思い出だったなっていうふうに思います。私実はちょっと引っ込み思案なところがあるんですけど、自分と同じような困りごとだったり気持ちを持っているお子さんが少しでも私の研究を通して他の人と一緒にとかコミュニケーションするきっかけを作れるようになったらいいなって思って研究を頑張っているところです。近年目覚ましい進展を遂げた情報学の技術のおかげで、ライカのような人工知能が人間の日常生活の一部になりつつあります。一方でこの急速に変化する時代にはユニークなチャレンジがあります。ファン先生の機械アンラーニングの研究はそれに着目していますね。チャット GPT のような大規模言語モデルは膨大なテキストデータによって学習されています。その学習データに含まれる個人情報、あるいは偏見、差別などの有害情報は AI の実用化における、大きな問題につながります。例えばプライバシー漏洩だったり、あるいは誤情報の拡散だったり、そういう問題があります。ここで言うアンラーニングっていうのは、ラーニングにアンっていう言葉がついてるわけですけど、こういう有害情報をモデルに忘れさせるっていうことですよね。モデルにある情報を忘れさせることによってユーザーに対してより安全な、より信頼性の高い、AI 作れたらなと私は思います。こちなみ先生、大規模言語モデルは人とロボットのコミュニケーションにも活用できそうですか？そうですね、ロボットが人に対して自然な受け答えをするために大規模言語モデルを使っていきたいなって思っています。授業とかでロボットを使う時の課題ってありますか？そうですね、なんかすごくこれ重要なポイントじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、なんか授業でその場を和ませるロボットっていうのを考えた時に、多分自然に何でも答えられるっていうだけではちょっと不十分かなっていうふうに思っています。なんかそのクラスの中で親しまれる存在にロボットをしていくことが大事じゃないかなっていうふうに思っていて、でそういう振る舞い方ってどう作れるんだろうっていうのを自分の今後の研究で深めていけたらいいなっていうふうに思っています。ファン先生、こちなみ先生、有意義なお話をありがとうございました。今後も期待しています。ありがとうございました。今日のインタビューを担当したロボットライカは、自然言語処理の技術とロボット制御の技術を組み合わせて作られたものですね。ファン先生は自然言語処理の技術を持っていらっしゃり、私はロボット制御の経験があります。このライカさんのインタビューシステムは、そんな専門の違う2人がコラボレーションして生まれたものです。ライカさんがインタビューしていた時の台本って自然言語処理の技術をもとに作られていると思うんですけど、そのポイントってどういうところにありますか？今回のインタビューの台本は、チャット GPT によって自動生成されたものなんですけど、その一つ目の課題としては、そのインタビュアーのライカは、私たち2人を同時にインタビューしないといけないですけど、ライカに2人のプロフィールを渡して、そのライカが均等に私たちに話を振るように指示していました。台本が自動生成っていうのもすごいなって思ったんですけど、もう一個ああすごいって思ったことがあります。それはライカさんが私たちとの思い出を覚えていてくれたところです。私たち2人とライカさんで情報学研究科の公開講座っていう夏休みにある研究紹介をするようなイベントに一緒に参加したっていうことを覚えてくれてたと思うんですけど、なんかすごく嬉しかったです。そうですね、そういうプロフィールの情報だけじゃなくて、2人の一代の公開講座での思い出も対話の中でなんか扱うように指示しましたので、人間のような対話能力を持つシステムを作るのは以前からの自然言語処理の研究者の夢ですけど、最近大規模言語モデル、チャット GPT の進展のおかげで、その夢がどんどん現実に近づけてきたかなと思うんですけど、じゃあロボット制御に関してはなんかどうですか？そうですね、先ほどお話ししてくださった
その台本、自然言語処理の技術で作られた台本をもとにライカさんは私たちにインタビューをしなきゃいけないわけなんですけど、ここでただその台本を読み上げるだけだとなんかちょっと棒立ちで不自然な感じになってしまうんですね。なるべくより自然に人とロボットが話している感じっていうのを出さなくちゃいけなくて、その時にこのライカさんにどういうふうに人らしく振る舞わせるかっていうことがポイントになります。ライカが私たちを見て話してくれたり、あるいは喋ってる途中でなんかうたついたりするのが、まあ、そうですね。そうですね。どういうふうにシステムの中でなっていたかって言いますと、まずライカさん台本を読んで人の名前が書いてあった時にその人の名前を呼ぶ前にその人の方を向くようにしています。それからマイクを使って私たちの言葉、声っていうのをライカさんに届けていまして、私たちが話している間はライカさんうなずいてくれたりとか、あと私たちが話し終わったタイミングを見計らってライカさんが自分の言葉を始める、自分が話し始めるっていうようにしています。台本に関して私もう一個すごいなって思ったところがあるんですけど、ライカさんの台本ってファン先生、こちがみ先生みたいにその固有名詞は書いてなかったと思うんですね。が A さん B さんっていう仮名の形で書かれていたと思うんですけど、これってプライバシーの配慮なんでしょうか？そうですね、私の研究テーマと関連しているんですけど、個人情報を結構安易に大規模言語モデルに入力してしまうと、それが学習データに使われるリスクがあると思うので、ロボットの発話の生成するときに本名じゃなくてなんか A さんとか B さんとかそういうような、まあ、仮名を使うんですね。そうなんですね。実際にライカさんが発話するときだけ台本に書いてある A さん B さんっていう言葉をファン先生、こちがみ先生っていう言葉に置き換えて発話するようにしたので、そういう意味でプライバシーの配慮バッチリだったんじゃないかなというふうに思います。こういうふうにプライバシーを配慮した研究開発の仕方っていうのがこれからどんどん重要になっていくんじゃないかなって思います。今日はこういうふうに専門が違う2人なんですが、一緒にコラボレーションできてすごく楽しい対談になったと思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからもこのような協力を通して、人間と AI の関係をさらに進化させていきたいと思っています。私が思う情報学の面白いところは、情報学が情報学っていう一つのまとまりとして存在しているっていうだけでなく、例えば心理学とか文学とかいろんな分野とつながっていることだなと思います。私は人同士のコミュニケーションを促進する、つまり引き出すロボットをどう作るかっていうことを研究しているんですが、ロボット一つとっても本当にいろんな分野とつながっているなと思います。自分の研究を通して将来少しでも人同士のコミュニケーションをサポートしていけたらいいなと思っています。実は私は京都大学に来てまだ日が浅いんですが、すごく自由な雰囲気でのびのび研究できています。皆さんぜひ一緒に研究しましょう。お待ちしています。 In the field of informatics, a lot of new things are going on. Generative AI such as ChatGPT, self-driving cars on the road. This is an era that we can achieve a lot of interesting things, some of which I couldn't have imagined years back. Of course, this era also comes with its own challenges, such as AI integrity, privacy, social biases.Of which we need to be aware of while enjoying the benefits. By studying informatics, we can explore all the exciting possibilities and envision a future in which human and AI cooperate with each other. Join us in Kyoto University. I think the importance of information theory is the depth of its reach. In information theory,関心がある人だけではなくて、数学に興味がある人や生物や音楽に興味がある人など、様々な人に活躍の場があると思います。情報学の研究対象は、コンピュータやロボットだけではなくて、生物や経済など多岐にわたるので、自分の興味関心や問題意識を生かした活躍ができると思います。
私の専門である制御工学においても本当に様々なバックグラウンドの人が活躍しています。自分自身物理工学科の出身なんですが、次第に物理よりも応用数学的な問題に興味を持って現在の研究室を選びました。情報学科の出身ではありませんが、非常に楽しい研究生活を送れています。情報学研究家では自分の個性を生かせる場が見つけられると思います。私にとっての情報学の魅力は、日々革新を続けていることと、それ自体がもたらす影響力です。近年では社会でもデジタル化が進んでいたり、新しく生み出された技術が脚光を浴びています。目まぐるしい社会の変化の中で、情報学を幅広く学ぶことによって、そういったものに興味や関心を持てていると感じます。また情報学に触れる中で思ったことは、好奇心旺盛で興味を持ったことを学んだり、何か自分で形にするだけでなくて、それを周囲に発信して共有する人が多いことです。そこから新しい知識を得たり、自分が明るくない分野の話を聞くこともできて刺激を感じています。そのような盛り上がりの中で、これからも素晴らしい技術や成果が生み出されていくことがとても楽しみですし、自分も何か貢献できたら嬉しいと思っています。私が思う情報学の魅力は、いろいろな分野の専門家たちと一緒に研究できることです。情報学は本当にいろんな分野で使われていて、法学でも医学でもどんな分野でも私たちにできることがあります。私は今、食と環境という2つの分野でそれぞれの研究者たちと一緒に新しい技術を開発しています。トップアスリートの栄養管理がどれほど精密に行われているか、また金の違法採掘がなぜ止められないのかを現場の研究者から教えてもらって、彼らが解けない問題を情報学の知識を使って一緒に解決していくことに大きなやりがいを感じています。大学で専門分野を選んだ後でも、どんな分野でも貢献できることが情報学の魅力だと思います。